い、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画見ていただいて本当にありがとうございます。はい、今回はですね、このゴルゴラインを消していく方法ということでですね、お届けしたいと思います。はい、まあ、これもね、先日ですね、相談質問いただいた内容なんですけども、やっぱり寝不足が続くとですね、このゴルゴラインが出てしまうんですけどっていうことですね、まあ、相談いただいたんですね。で、まあ、ゴルゴラインがね、寝不足で出るのはもうしょうがないんですけども、しっかり早く睡眠してくださいということをお届けしたんですけども、まあ、それだけではなくてですね、しっかりね、ケアも必要なんですよね。ゴルゴラインが出てしまうとですね、体調が良くなって消えてもですね、また体調を崩すと出てしまうことがありますので、そういったものも出ないようにね、まず睡眠とか栄養はもちろんのこと、しっかりそのことを行ってから、このゴルゴラインを、ね、消してほしいと思います。はい、でこちらのですね、ホワイトですね、炭酸生態スプレーを使いながらですね、今日あなたにね、お届けしたいと思うんですけども、あらかじめね、キッチンペーパーを用意しました。こういう形でですね、2枚用意してます。左右ね、貼るためにですね、前回のほうれい線と同じようなパターンなんですけども、これをですね、顔に軽く2周かけてください。まあ、3周でもいいです。はい、3週かけていただけるとですね、もう顔にバッチリですね、炭酸スプレーがかかることによってですね、毛細血管が拡張してですね、血液の循環が上がるということなんですね。血液の循環が上がるからどうなるかというとですね、疲れているところにですね、栄養素が送り込まれるということなんですね。であと、プラセンタエキス、ビタミン C、ユード大、ヒアルロン酸が入ってますんで、その栄養素もですね、供給されてくるということなんです。供給されるからゴルゴラインが薄くなるということなんですね。皆さんセルフケアしてもなかなかゴルゴラインが消えないというのはね、おそらく顔が疲れてるからなんですね。顔の疲れを取ってからですね、セルフケアしてください。ではですね、ゴルゴラインの上にこのね、キッチンペーパー、あらかじめ切っておいたキッチンペーパーを貼ってください。こんな感じですね。はい、こんな感じです。はい、でこんな感じで貼った後に、上からさらにですね、炭酸スプレーをかけます。はい、シューッとかけて、密着させる感じ。このキッチンペーパーがね、浮かないように密着させてください。ピタッと。はい、でこのキッチンペーパー意味あるんですかとか聞かれるんですけども、やっぱりこっちの方がね、効果あるんですよね。これね、他の方にも言われたんですけど、キッチンペーパーあるなしで試しましたけど、やっぱあった方がいいですねとか言ってね、僕以外の方も言われるんで、僕だけのね、感覚だけじゃないなと思ったんですね。でこのキッチンペーパーを貼って、これで3分から5分ですね、キープしてほしいと思うんですけども、しっかりね、栄養素が送り込まれるために、まあ、乾くまでね、キープしてください。でそこからですね、これを外して、今からセルフケアを行うということなんですね。でそのセルフケアを僕ね、引っ張ったりとか持ち上げたりとかあんまりしないんですけども、中指か人差し指で結構なんで、このゴルゴラインのラインですね、ゴルゴラインのラインにピタッと置いて、くるっとひっくり返すような感じ、くるっとこうひっくり返すような感じにしてください。これ何してるかというと、ゴルゴラインのところにですね、こうシワができているのをこうひっくり返しの中でこうめくるようなイメージですね、やってほしいと思います。くるっとこれ20回やってほしいと思います。2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK、 よろしいでしょうか。まずここのね、皮膚の状態を柔らかくするために、そんな力入れなくて結構なんで、ピタッと軽く置いて、くるっくるっくるって感じで、こんな感じで結構です。はい、でその次はですね、このゴルゴラインがこうあるじゃないですか、 ある側のこの上ですね、ちょっと目の下ら辺を人差し指中指でピタッと押さえて、ピタッと押さえて斜め上に引っ張る感じ、このゴルゴラインの線を伸ばす感じですね。はい、伸ばす感じ。はい、これで20秒キープです。いきますよ、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK、 よろしいでしょうか。これをですね、3セット行ってみてほしいと思います。3セット行うとですね、ゴルゴラインが、まあ、早めに消える方はですね、2日3日で消えたりとか、2週間ぐらいするとですね、効果が出始めてきますんで、この炭酸生態スプレーのホワイトとキッチンペーパーと指2本ですね、2本あればですね、確実にゴルゴラインが薄くなっていきますんで、ぜひですね、一度試してみてほしいと思います。はい、まあ、いろんな、ね、質問相談いただいたりしてるんで、また随時ね、セルフケアの方法復習を兼ねてね、取っていきたいと思います。
はい、でまた補足なんですけども最近ですね、こちらの UV 革命さんのコラボ商品のですねオレンジの炭酸性体スプレー、これをですね絶賛発売中なんですけども、これはですね単なる日焼け止めではなくてですね光老化対策だと思ってください。それなぜかというとですね、このスプレーをかけることによってですね日焼け止めの成分は入っていることはもちろんのこと、特殊な製法なんですよ。これ UV 革命さんの方の商品なんであんまり深く言えないんですけども、それプラスプラセンタエキス、ビタミン C、ユート代、ヒアルロン酸が入っててですね、日焼けを防ぎながら美容成分でですねお肌の修復をしている、まあ、自動的にお肌の修復もできるって状態で光老化対策になってるんですね。でこの光老化って何かというとですね、この紫外線 UVA、UVB っていうのがあるんですけども、 UVB っていうのはこれからの季節どんどん出てくる、夏場に出てくるものなんですね。で UVA っていうのはですね一年中通してある紫外線なんですよ。で紫外線の8割から9割はですね UVA なんですね。ってことは一年中光老化対策しておかないといけないというものなんですね。またお肌の老化でね8割が光老化って言われてるんで、ね、光老化対策の話はですねまた別の動画でね配信していきたいと思いますんで、ぜひね楽しみにしておいてください。はい、まあ、これですね今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですねぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。Stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me.